の独り言携帯音楽プレーヤーとかでワンアーティストをシャッフルモードで聴いてる時に次の曲が偶然アルバムの曲順通りにかかったらなんかちょっとテンンション上がることないですかいやシャッフルやのにみたいな頭の中でアルバムの次の曲が流れてそのまま来たらおおってちょっと僕は思ってもうたりするんですが。 あ逆にシャッフルの時にちょっといらんかななんて思うのがやたらに無音の長いシークレットトラックに入ってもうてなかなか書かれへんっていうこれはまあ主に「ハイスタ」のそれも「ピンクパンサー」やったりするんですけどあれちょっと困るなというのもありますけど僕基本はあのアルバムごとに聴くことが多いんですけどライブ行った後のなんか数週間っていうのはなんかシャッフルモードで次何の曲来るのか楽しみながら聴きたなったりしますね。